はい、こんにちは。12月12日火曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーです。今日もですね、行徳の野鳥公園に来ております。見てください、この千両の実が綺麗ですね。今盛りと咲いております。今日はですね、いつもコミュニケーションのワンポイントをお届けしていますが、ちょっとずれるかもしれませんがお聞きください。つい最近ですね、ある経営大学院で、講演する機会がありました。その経営大学院はですね、国内ではトップの経営大学院ですが、その大学のですね、募集要項にこう書いてあるんですよね。最低2年間の実社会での経験を有することと。ただ大学出てるだけじゃダメなんですよね。2年間以上の実社会での社会経験を有すること、要するに企業内あるいは公務員でもいいですね、有することと書いてあるんですね。私はそこでですね、ある学びがありました。今皆さんもご存知のように、学校崩壊したりですね、今学校教育が非常にとんでもない状況になっちゃってると。というのはですね、学校の先生が誤父兄とかですね、先生同士あるいは教長と校長とか副校長とですね、しっかりコミュニケーションを取ることができなくなってしまっていると。これは一体何かというとですね、一概に先生方を責められないかもしれませんが、私の経験上ですね、私は小中学校大学の非常勤講師やってますのでね、いろいろな先生方と交流があります。あるいは私の学友なんかも学校の先生をやってますのでね、いろいろと飲み食いしながらお聞きしてますが、学校の先生はですね、大学を出て即、一種のですね、特殊社会ですねに入ってしまうわけですよ。実社会に揉まれてない、はっきり言っておかしなですね、純粋培養の世界に入って、そのままずっと先生先生と呼ばれて定年まで行くわけですから、おかしな人になってしまっても仕方ないんですよ。でそういうですね、言いなれば、コミュニケーションのできないですね、不思議な人たち、変わった人たちが子供たちを教えているわけです。同僚ともコミュニケーションが取れない、校長とか副校長とのコミュニケーションも取れない、もちろんご父兄とも取れない、そういう人たちがですね、これからの将来を担っていく子どもたちを教えているということはとても良くないことだと思います。私はですね、その国内にあるトップクラスの経営大学院のように 2年以上の実務経験を課するべきだと思います。学校の先生には、先生になってからですね、2年間留学してもらうとかですね、企業に2年間行ってもらうとかいうものを課すべきだと思います。これはですね、韓国の2年間の懲役義務のようなもんですね。そうでもしないと、きちっとしたですね、コミュニケーション、あるいはきちっとした社会人としてのですね、要件を備えた先生になれないと思います。おかしな人たちにですね、子供を任せられない。今日はですね、経営大学院で気づいたことをお話ししました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。